はい。ええー、即可塾の久保です。えー、今回はですね、タイトルのように、私、久保哲郎が仮にですよ、50代になって、お金も人脈もなく、失業もしている。その上で家族を養おうとしたら、どんなルートを通るかなってことをね、えー、お話ししていこうかと思います。スライドショーは7枚か8枚ぐらいになると思います。まあ、このね、話題っていうのは、あの、私がですね、まあ、ネットビジネスを始めてすぐに、多くの方から、本当めちゃくちゃ一番多いぐらい、この相談を受けますよね。 こういう言い方されるんですよ。いや、久保さんが今の立場だったら、私の立場だったらどうしますって。もうお金もないし、人脈もないし、何にもない中で、本当にパソコン1台で何かを始めるとしたら、久保さんだったらどういう順番でやりますとか聞かれるんですよ。いや、あの、私もね、でも元々そうですからね、2013年。本当になんか、お客さんも来ないし、従業員からの信頼を失った、麻雀店をやってたわけですよ。麻雀店の勤務って皆さん想像つきますかね毎日麻雀するんですよ。 その他のことは業務に入ってないんですよ。できないですよね。だってマージャンを求めてる人に、マージャン以外のことって提供のしようがないんですよね。うーん、まあ本当に八方塞がりだったと思いますよ。今マージャン店に勤めてる方も、マージャン以外に何かね、特徴があることできるかって言ったらできないと思うんですよ。これ申し訳ないけど、だからマージャン店に勤務してるんですよ。本当にね、大した職場じゃないですからね。 もうほんと右見ても左見ても自意識過剰というかね。自己肯定感強くてうん。俺は何でもできるんだよっていう風な鼻柱の強い人が集まってるんだけども、結局はじゃあ麻雀店の勤務やめたら何する？って言ったら本当に困るんですよね。うん、まあそういう風なね形でございます。まあこのスライド見てる方で麻雀店勤務されてる方もいると思いますけども、多分ね。あの気分は壊されると思いますけども、でも実際確かになって思うんではないか？な うーんだと思うんですけどねはいまあいろいろと前提が長くなりましたけどもじゃあ本当に何するのかなってことね早速いってみようかと思いますドンはいえっ、ー、と2013年から全ての PC ビジネスを網羅してきて今なら分かる最短距離というね、えー、タイトルでスライドショーの2番目をお届けしようかと思いますじゃあだ一体何だったらいいんだ何から始めたら一番失敗の確率少ないんだってことですよねドン まあ、アフィリエイトですね。これ私が得意でもある。アフィリエイトって何がいいかっていうと、あの、元年がかかんないんですよ。ほんとパソコン1台あったら、スタートできるんですよね。まあ、そういう意味で、アフィリエイトってのはすぐ始めるかなと。その中でも、自己アフィリエイトっていうのがあるじゃないですか。アフィリエイトを始めるんだったら、一番最初に自己アフィリエイトやらないとダメなんですよ。自己アフィリエイトをやれば、売り上げはとりあえず立ちますし、収入にはなりますから。うん、だからこういう風なね、 あのーまあ、収入になるネタをいくつ持ってるかな、いわゆる商品を持ってるかなっていうことが肝心なんで、えー、経験とか商品を作るためにアフィリエイトってもので、まず最初にね、小さい利益を上げていくってことをやります。次、MLM ですね、ネットワークビジネスってのも、商品結構いいんですよ、それからの攻略方法があるんですよね。 その攻略方法に沿っていけば、まあ間違いなくう、結果が出るかなと思います。で、その攻略方法ができないんだったら、やらないっていう選択でいいと思います。失敗の可能性は減ります。次。まあ転売ですよね。まあなんか物を仕入れてきて売るみたいな。これもね、今だったらすごく簡単です。10年ぐらい前はすごく難しかったんですよ。まあ私がね、あのー、ヤフオクってのをちょっとね、やり始めた頃っての、ね、10年ぐらい前ですけども、買う専門ですよね。売るなんて発想はなかったですし、売ることがすごく難しかったです。 だってセールスの文章を作らないといけないですからね。うんまあ、ちょっと今ならできるんですけど、当時は無理だったですね。その他 SNS マーケティング。まあ私がいろいろやってる中で、途中で SNS っていうのが出てきたんですよね。ミクシーみたいなのが。で、ミクシーでどのようにマーケティングをかけていくかってことなんですけども、これはね、そのミクシーの中で自分が有名になっていくってことなんですよ。そのために記事を毎日毎日書くということになります。はい、YouTube ですね。えー、もう今ならね、今なら、 これから始めるんだったら YouTube を外してはないです。ただ、2013年からやっていく中で YouTube の熱いブームってまだ来てなかったんですよ。今ぐらいのは来てなかったんですよね。まあ、こういう風にえ5つ今並べましたけどもね。あまあ最短距離はこの中のどれかってことなんですよ。はい、すいません。<laughs> はい、次。えー、もうちょっと考えていきましょうか。FX は今私は得意ですけども、ほとんどの方には向かないですね。なぜなら元線がないからなんですよ。FX 元線がいりますから。 確かに5000とか1万円あれば FX 取り組むことできますけども、うん、1万円とかね、2万円とかで、じゃあ自分の生活費、家族を養えるかっていうとそれは無理ですね。やっぱり元金が300万ぐらいないと FX で家族を養うほどの金額ってのはできないと思います。まあもちろん上手になればもっと少ない金額でできると思いますけども、だって何もない状態でゼロからスタートするのに一番最初に FX を選ぶのはセンスがないと思いますよ。次、バイナリーオプション。 バイナリーオプションは、えー、まあ、ほぼ国際的に禁じられてます。バイナリーオプションのーツールとか、バイナリーオプションの塾とかを売ってる人はこんなこと全然言わないし、もしかしたら知りもしないのかもしれませんけども、バイナリーオプションが有名なのはね、ハイローオーストラリアっていう会社なんですけども、日本以外には基本的にサービスの提供をもうね、停止してるんですよ。 で日本が最後の市場なんで、でああのこのねハイローオーストラリアって、まあ、結構え危ないというかね、いつ逮捕されてもおかしくないような状態の店です、店というん、会社です。まあ、ですので、バイナリーオプションに関わって、おおむねねあの、オーストラリアハイローっていうところでやると思いますけれども、まあ、いつね、終わりになってもおかしくない、それこそ10秒後にパタッと停止してもおかしくないですよ、でそういう不安定なところでやることはないと思います。次ブブックメーカーブッククメメーカーーーカカの難しいところは 資金を日本円にすることなんですよ。すごく難しいです。あの、規制規制規制が入って、もうね、1年のうちに1回か2回ぐらいが規制が入るんですよね。でそうなると今までの日本円の管理システムが使えなかったりするし、何,何よりもですね、恐れていかなければならないのが、マネーロンダリングの疑いをかけられて逮捕ってことですよね。これはね、あのー、 お金を海外から日本の銀行に持ってくる以上、この疑いが書か,かれてもしょうがないんですよ。まあ、ですんで、なるべくね、うんなんか海外のお金を日本持ってくるみたいなのはやらない方がいいかなと思って、ここに書いてあります。はい、暗号通貨系。ほとんどの方がお金作れてません。あの、儲かりましたっていう人もいますけども、そんなことはないです。もう儲からない人ばかりでございます。暗号通貨は一番難しいんでやらない方がいいですね。 はい、えーと、次、仕入れ先でいきなり書いてますね。これが何を意味するかっていうと、あの、不要品転売をしましょうってことはね、言いたいわけなんですよ。えーと、これちょっと、すいません、もう一個戻れるかな。はい、それでね、いろいろ申し上げましたけども、結局最初の一歩に何をするかってことをこれからお話していきますね。はい、行きましょうか。はい、まずはね、自己アフィレートをやりますね。 あの、アフィリエイトっていうのは最も簡単にお金を作る方法だと言いましたけども、その中で一番最初にやらなければならないのが自己アフィリエイトです。これは今日始めれば今日中に売り上げ立ちます。それが3ヶ月後に入金されるってことになりますねえ。ぜひ自己アフィリエイトまずやってみてください。そして自己アフィリエイトで売り上げが立てれるようになると、これは稼ぎたいって人にまず最初の稼ぐを作る力になると思います。あなたがもしね自己アフィリエイトできたなら、 もうそれはね、人に教える先生としての力量が備わったということになります。自己アフィリエイトの先生になってあげてください、えー。10万円まで稼がせる自己アフィリエイトの先生、5万円まで稼がせる自己アフィリエイトの先生、3万円まで稼がせる自己アフィリエイトの先生、様々なね、ポジションで自己アフィリエイトの講師になればいいと思います。ちなみに私は3年間で300万ならできます。えっ、ー、とね、35日で80万とかもで,できます。 ま、どんなタイトルのね、先生になるかってことも、ちょっと考えながら自己アフィリエイト取り組んでみてください。次。ファンクルですね。日本では、外食をすると、その一部料金、半分ぐらいがキャッシュバックされるみたいな仕組みをこっそり使ってる人がいます。それを、ね、やっていただきたいのがファンクルですよね。三つ目、不用品販売ですね。身の回りのいらないものを売って資金を作りましょう。まあ、これもね、お金になりやすいです。えー、YouTube ですよね。 1,2,3すべての行動っていうのは YouTube に撮っておいてください。そしてすぐにアップロードしてください。一、ね、つの行動が複数の結果をもたらす。それを最もね、簡単に実現するのが YouTube です。YouTube のネタ。24時間生きていれば24時間。すべてが YouTube のネタになります、えー。で、どんなものを売ればいいのかってことが書いてあります。本ですね。不用品販売するとき、3の不用品販売するときに、身の回りにある本を売ってください。本っていうのはね、かなりね、売れます。 どんな本でも売れます。ただ今日中に売れるって話じゃないんで、とりあえず目の周りにある本を全て出品してみてください。えー、次、服ですね。服はね、案外ね、これも売れるんですよ。ブランド物じゃなくてもちゃんと売れます。できればブランド物がいいです。なぜならブランド物がいいのは検索にかかるからなんですよ。アルマーニって書いておくと、アルマーニで検索する人の検索にかかります。ただね、なんと、ノーブランドのジャケットとかだと、ジャケットで検索する方って結構少ないんですよ。 ジャケット、アルマーニとかになりますんでね。まあそう考えたらブランドものが圧倒的に有利ですけども、そうではない普通の服でも、例えばね、ルイ・ヴィトン風とかね、えール、アルマーニのに似てますとかっていう書き方、まあ国区の策ですけども、そういう方法で検索に気づいてもらう必要もあります。次ガジェット。これは何かっていうと、 ガジェットってね、カメラとかね、iPhone とかね、デジタル機器のことなんですよ。まあですんで、古いスマホを売ってみたりとか、あと充電ケーブルとか余るじゃないですか。あれをね、束にして売ってみるとかっていう方法が有効です。USB のケーブルなんてのは結構余るんですよね。うん。で、それを欲しがる人とか、あと、 あの、パソコンモニターとか買った時に、ケーブルが余るんですよね。それも売るんですよ。型番調べて。これがありますよ、と。そうすると、その型番のケーブルを、新品じゃなくてもいいんだけど欲しいなって方がいらっしゃるんですよで。そういう方に向けて売れます。はい。えっと、人からもらってくださいっていうのは、本とか服とか、さっきのガジェットっていうのは、人からもらうことでできるんで、自分が持ってなかったら、仲良くなった人からもらってください。家族とかね、親戚とかね、近所の人とかです。その方法も後ほど説明します。 はい、えっ、ー、と、ここに書いてあるのは仕入れ先です。不要品販売とか転売をするときの仕入れ先。まあ、アマゾンってのは仕入れることもできるし、売ることもできます。メルカリも同じです。仕入れることもできるし、売ることもできる m アマゾンも仕入れることができて、売ることもできると。下の3つってのは、売ることができません。その市場を使って売ることはできませんけども、広く仕入れができます。ドンキホーテとかね、コスコ、コストコですね。で、ヤマダ電機みたいな家電量販店。こういうところからは、バーゲン品とか安いものとか見切り品をどんどん仕入れていきましょう。 はい、で、稼ぐにはっていうね、気持ちの問題入ってきますけども、よろしいですかね。稼ぐには何をするべきか。ドーン。できないことをできるにすることの積み重ね。多くの方がね、勘違いしてますけども、今のありのままの自分で稼ぎたいんだって、それは稼げないことはないですけども、額はすごく少ないです。なぜなら、ほとんどの人ができることなんですよ。参入障壁が低いっていうのは、ライバルが大きくて、労力の割に報われないって世界に入ることになりますんで、私はやっぱりお勧めしないですね。 できないことをできるにしてくるそれがいいと思います。できないことをできないままに放置する人が多いからね、うん、置いてってください、そういう人は。はい。苦手を得意にする積み重ね、これも大事ですよ。苦手を苦手なままにする道徳の時間とか、日本の人権の話ではね、そうなのかもしれませんけど、ことビジネスにおいては、どんな背景があろうと、勝てる人だけが生き残るところです。まあですんで、 五体がね、満足じゃない方も、きちんとインターネットの世界とかビジネスの世界では、上り詰めることはできるわけですよ。仮に、五体満足であってもですね、苦手を苦手のままに放置する人は、そのまんまあ、消費者として消えていきます。いわば得意分野がないとダメですね。得意分野に対して多くの人は、信頼を感じてくれたりとかね、商売の相手として、仕入れや販売に関わってくださったりするわけなんですよ。これはシンプルに、苦手を、 売りにすることはできません得意のものを売りにしてくださいってことですねはいえー、これねできる範囲のことをするっていうのはホッとする言葉ですけどもこんなこと肯定できないですよねできる範囲のことをしてる間はできる結果ぐらいしかもたらされないです今目の前にある結果と同じです苦しいですよだからできる範囲のことをするっていうのはちょっと乗り越えてですねできないこともやってみるとかね 苦手を得意にするとかできないことをでき,るこできるにする積み重ねなんだと思ってくださいはいえー、でもねやっぱりできる範囲のことしか私はできないんですって方うん100歩譲ってそれを認めましょうただし超継続してください3年間それを毎日やってくださいそれなら巧妙が見えると思いますけどねはいでここに書いてあるのは何かっていうと売上げのお分解図です 売上ってのは何からできてるかなってことなんですけども売上ってのはまず商品が必要ですそれに媒体というお知らせする、ね、人とのつながりってものをどのぐらい持ってるかなってことがポイントになってきます最後にはお金をください3万円ですっていうようなね販売セールスがここになくてはなりませんはいそれでね一番難しいの多くの方が挫折するのが媒体なんですよ ね、右側に書いてますけども。多くの方は商品は見つかった。販売する勇気もできてきた。コピーライティングも学んだでも、顧客対象がないんですよね。媒体がです。媒体っていうのはイコール集客のことであり、あなたの影響力のことであり、あなたが発信してきた、その結果の全てなんですよ。まあですんで、まずね、発信力をつけてください。発信する癖をつけてください。発信を継続すると、それが影響力になってきます。影響を及ぼそうになってくると、 販売の仕方、セールスの仕方によっては、集客が成功することになります。魔法の方法はありませんので、発信をし続けることによって、あ、これが媒体を構築して、集客ってものになっていくんだ。そしてそこに売り上げが立つんだというふうに考えてください。もはやもうね、会社はあなたのためにお客さんを連れてきてはくれません。はい、まとめです。50歳で無職だったら私はどうするか。それはね、田舎で公民館でスマホ講座を行います。なんで なんだこりゃって思われた方。大丈夫です。次があります。はい。公民館。公民館なんですかね。日本の各自治体には必ず公民館がありますよね。公民館で、ダン私ならスマホ無料セミナーをして、最初の媒体を作ります。集客をします。もちろん、高齢者の方です。自力でスマホとかをやっちゃうよっていうのはね、あの、10代とか、 30代とか50代の方には用はないんですよ。60代以上、70代以上で、メールもよくわからん。スマホも本当によくわからん。うん、LINE とかなんやそれみたいな人が対象顧客です。そういう方に対して、スマホ無料セミナーっていうのを開催する。特に公民館とかみたいなね、地域の人が行き慣れたところでやります。Twitter 講座ですよーっていうのはね、えー、毎週月曜日にやるのもいいでしょう。 はい、LINE ですよ、みたいなことでね、来週火曜日にやるのもいいでしょう。Facebook やりましょうかって感じで、毎週水曜日に講座設けてもいいんじゃないですはい、そして YouTube ですよね。YouTube では公民館の中で撮影したものを、その講義の間にアップロードして、みんなが見れるようにするみたいなパフォーマンスもできますよね。はい、Google。Gmail とか、Google アプリの使い方を説明してあげてください。 今までいかにですね無料で済んでたものを有料でやっていたのかお金を払っていたのかってことが分かりますはいで人脈って書いてますよねこれどういうことか分かりますよねもうね公民館でスマホ無料セミナーをやってツイッターとか LINE とか Facebook を教えているってこと自体がすでに人脈になるんですよねだから先生になって生徒を抱えればそれが人脈なんですよ今の時代はこれが一番いいと思いますボン この人脈っていうのは何かっていうと、仕入れ先であり販売先なんですよ。不要品転売の話の時に、本とか服とか、なんか人からもらってくださいって話をしましたよね。で、ここで使うんですよ、それを。はい。えっ、ー、と、生徒さんとして来ていただいたスマホ無料セミナーに集まってくださった人々に対して、えー、仕入れを行ったり、販売を行ったりすることができます。仕入れっていうのはね、自分が売りたい不要品があったら、 ねおじいちゃんおばあちゃん、なんか古い服とかないかねとかね。使わなくなったバッグとか靴とかないかねっていう風に集めてみてください。えー、そして、えー、もう一つはですね。集まってくださった生徒さんが販売先ってこともあります。皆さんが何かね、えー、新しい、なんか商品とかを目にした時に、この方たちに売ってみてください。例えば、LINE で儲ける方法みたいな、どっかでね、アフィリエイトの商材を見つけたら、 LINE、えー、を教えた人に対してこういうものがあるよって紹介してみたらいかがですかね。まあ価格はね3000とか5000みたいな安いのを探せばいいと思います。まああのー、このスマホ無料セミナーが公民館でできるようになったらもうねビジネスは卒業みたいなもんですよ。多くの方はこれすらできずに挫折していきますからね。人が集められないところにビジネスはないです。家族を守る力もつかないです。次。 最後ですねこれが。稼げない人ってどういう人なのかってことなんですけども、特技のない人は稼げません。この資本主義の社会では。特技がない人でも、人としては認められるものであり、尊重されるべきものですけども、じゃあ、お金稼ぎの場所に来た、ね、フィールドに来たときに、特技のない人って稼げないんですよ、うん。だからね、真面目に一生懸命練習してきたりとか、人格が良くて、えー、もうね、すべての人に愛されていても、 サッカーとかね野球のフィールドに立てる人ってヒットが打てる人とかねシュートができる人とか走るのが速い人になるじゃないですかだからもしねこのスライドを見て自分には特技がないなと思ったら稼げないですよそれは特技を持たなければ稼げませんでその特技っていうのも多くの人が持ってる特技ではなくって自分にしかない特技スキルノウハウであってほしいなと思います さあ、毎日あなたは誰かの問題解決してるでしょうかあなたが特技のある人でしたら、毎日のように誰かから相談事が来て、問題解決をあなたがしてあげるっていう図が成り立つと思います。そこにビジネスが存在するんですよ。ね、あのスキルのない人がスキルのある人から、そのスキルを情報として購入する。相談事として購入する。それがビジネスなんですよね。はい、えー、ちょっと長くなりましたけども、以上です。参考になったら幸いです。